2012年4月25日から27日までパシフィコ横浜で開催する光レーザーの国際会議。世界各国の光レーザー技術を基盤とした学術及び産業の最先端を集結し、学術発表と技術展示を併設することにより、光レーザー技術によってもたらされる具体的な未来社会への指針を得ることを目的としています。レーザー学会主催のレーザーエキスポなどを含む日本最大級の光関連総合展示会オプティクス&フォトニクスインターナショナルエキシビションと同時開催となります。世界の研究者が OPIC2012 の中井貞夫委員長は、 OPIC2012 の開催意義について、日本の光レーザー技術の地盤沈下が指摘される中、日本が主体となって諸外国に呼びかけ国際会議をスタートさせることは技術立国日本の再生に直結すると熱弁しました。 OPIC ではレーザーおよび光関係の専門会議を簡単に起案・推進ができる仕組みを設けています。少人数の専門会議でも他の会議と共同管理を行うことで、参加者50名程度からでも国際会議の開催が可能です。日程選定や会場選びの必要がなく、広報・参加登録・会場運営などについても OPIC が全面的にサポートするということです。会期初日の4月25日にはプレナリーセッションが行われ、各国の著名な研究者による講演やパネル討論が予定されています。4月26日、27日に開催される6つの専門会議は次の通りです。全体での発表論文数は約300本を予定しており、そのうち海外からの講演者は約100名を数えるということです。すでに OPIC2013 の開催も決定しており、事務局では新しい分野の専門会議の参加を募集しています。詳細はホームページをご覧ください。